どうもアニメ大好きボキ様です。2022年夏アニメボキ様的ランキング、意外とねアニメ見るんですけど、まあ、ボキ様が見た中で、まあ、とりあえずこれが良かったなというねランキング、個人的ランキングをね皆さんにお届けしたいと思います。夏アニメなんでもう全話ね完結してるんで、まあ、気になる方は一気に見れるかなというところで紹介したいと思います。ベスト10をね発表したいと思います。10位はこちら、異世界おじさん。これねなんで10位なんと、これ結構人気なんですよ。ただですね途中で見るのやめた。そして第9位は異世界ハーレム。これはですね多くは語りません。18歳未満は決して見ないでください。ハーレム系別に好きじゃないんですけどなんか見ちゃった、だから9位。そして第8位は金装のベルメイ。まあこれはねちょっと画像、これちょっと画像が悪いな、ちょっと画像がもっといい画像あっただろうと思うんだけど、まあ後ろに縛られてる女の人もね、まあ召喚してしまってとね、悪魔を召喚してしまって、もう最強の悪魔を召喚したみたいなね、もう右 こっちが主人公なんですけどね、うん、こっちは敵なんだけど、まあちょっとね、まあ、これもちょっと18禁かな若干ね、うん、大人向けっちゃあるけど、だからそういう系はねそんなに僕様に刺さんない。大人のお姉さんが好きな方は見てください。第7位はダンマチ4。いやまさかのここで7位でこれ来るとはね。もうこれ大人気ですね。人気シリーズ男女に出会いを求めるなら間違ってるだろうかの新書迷宮編ってことでね。まあこれはねなんだかんだ見てるんですけど、もうなんかなんだろうね。なんか今回はちょっと そんなにとりあえず流し見しちゃったかな。でもねダンジョンシリーズ、まあ、すごい人気で4まで続いてるんで、まあ、気になった方はまず1からね見た方がいいと思う。まず最初の方結構おもろかったんで1から見るといいと思います。ということでごめんね7位。そして第6位は黒の召喚師。まあ、これねこれなかなか良かった定番系で、まあ、結局異世界のこのね最強い系ね好きなんで、まあ、中二病なんででちょっとね、可愛い女の子たちも強いと、みんな強い、もうす全員強い、もう全くもって寄せつけない敵を、そんな感じ爽快アニメです。ぜひ見てください。さあここからね第5位を発表していきたいと思います。ここからなかなかいいですよ。第5位は転生賢者の異世界ライフ、第2の職業を得て世界最強になりましたということで、これはですね、まあ、原作僕さんは見てるんですよ。漫画でねずっと見てて、なのでこれがアニメ化されたんで、まあ内容知ってるから別にねどうかなと思って見てたんですけど、アニメめっちゃいい。めっちゃ良かった。普通に可愛くなって、なんかスライムたちもすごい可愛くなってたし、何か違うかっていうと漫画だとまだ完結してないのに、アニメだと一応なんか見たことない完結じゃないけどもうボスみたいなの出てきてで倒すみたいなとこまで行くんで、これ漫画派の人もぜひ見てほしい。こうちゃんと完結、まあ、一応パンとね綺麗に収まってます。とりあえず超最強、うん、超最強で可愛いスライムって感じ、ちょっと癒されるし、主人公も冷静でもう常になんかかっこいい、羨ましい、うん、おもろいです。ぜひ見てください。そして第4位は異世界薬局。これねこれいいよ、これなかなか新しいというか、まあね薬学者というか、なんかその、まあね、薬学研究者みたいなね、すっごい頭のいい天才の人が、まあ、死んじゃってね子供になってみたいな、その知識を利用して、まあ、その異世界のこう魔法とかも、魔法としかもその天才的な頭脳を掛け合わせてね、もうちょっと昔の世界で、昔の世界のもう病気とかね、そういうのをどんどん解決していくみたいな感じ、もう最後すごいけど、ほぼ魔法みたいになっちゃったけど、これなかなかね面白かったですね。いいね。さあ来ました、ベスト3ボキ様的2022年夏アニメの第3位はリコリスリコイル。これはすごく話題になりましたね。まあこれはおもろいというか、これを見たおかげで金髪ショートが好きになりました。あ、どっち派、みんなどっち派、滝名派、千里派。ボキ様圧倒的千里派、あのね金髪の方、うん、金髪ショートにちょっとね心打たれました、うん、あんまりアニメのキャラクターに可愛いとか思うことないんだけど、可愛い、性格から何から、そして強い、頭もいい、すごい、マジでこれはなかなかねおもろかったですね。感動的です。ぜひ見てください。リコリス、これが3位。はい、ということでね、ついに第2位です。リコリス1位じゃないん？じゃあ何が2位なん？オーバーロード4。これはもう本来1位、
オーバーロードは単純に好きすぎてもうずっと楽しみ、もうワン、ツー、スリー、これフォーなんですけど、ずっと楽しみ、もう多分もうつまんなくても面白いっていう、もうそれぐらい溺愛してる、もう超面白い、超大好き。これ見たことない人まずワンから見てほしい。まあ好みあると思うけど、男の子だったらこれいいんじゃない。もうマジで面白い。なぜ1位じゃないのか、もう本当はもうオーバーロード1位に行きたいんだけど、もうそれよりか今回ちょっと面白すぎるのがあったので、もうそれが1位に食い込んできました。ということで、ボキ様的夏アニメ2022一番面白かったのは、ようこそ実力至上主義の教室へセカンドシーズン。やばすぎる、マジでやばかった。今回もこれね、普通に面白いんですよ。まあもうこれも2なんで、ぜひね、見てない人1から見てほしいんですけど、これ今回女子にも人気なんじゃないかなと。今回これね、主人公はね、あのこっちのね、綾野浩二くんなんだけど、やばい、今回マジで激アツすぎたんだけど、マジでちょっと言えないけどね、ネタバレになっちゃ言えないけど、マジでかっこいい。ちょっとマジ震えたもん、震えた、面白すぎて。最後やばすぎ、マジで。まあ圧倒的天才です、もうはっきり言って。もう天才学校なんですけど、その中でももうやばすぎる。今回特に際立ったね。1は隠れてたんだけど、2でもうさらにもう目立っちゃった。もうすごすぎて、もうかっこよすぎ。綾小路くんになりたい、女の子もキャーってもうなってるでしょ、もうこれな。やばい、激ヤバでした。もうそれしか言えない。もうぜひ見てください、これはガチでやばい。はい、ということでね、10位からね1位までね発表しましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。でですね、ちょっと特別枠、ちょっと一つね、これ夏アニメっていうのか分かんないけど、とりあえず夏にやってたシーズンでね、これも見逃せないよっていうのは、もうもちろんこちらですね、キングダムこれもやってたんですけどね、これもやばかった。キングダムこれも特別1位みたいな感じだね、本当に。キングダム好きな人はマジで見てほしいんだけど、夏やってたんですよ、めっちゃいいとこだった。今回はだから制服がね、ワンピースで例えるとマリージョア編みたいな感じかな、うん、そっちの政府の方みたいな感じなんだよね。前はもうバチバチ頂上戦争だったのがみたいなね、ごめんワンピースに例えたけどね、そんな感じ。いやでもおもろかった。もうここでちょっと一気にね、もうかっこいいって全員いいしね、これ悪役も悪役にも感情移入しちゃうみたいな、その未来もあるみたいな、悪役も悪役じゃないみたいな、まあ、そういうねところも見れて、いやすごかった。もう本当に心打たれた。もうキングダム最高。はい、ということでね、僕さんもね、これ発表していきましたけど、もしまだ見てないのも、まあ結構見てるじゃないですか、結構見てるけど、まあ、まだ見てないのもあると思うんで、いやこれは見逃したらもったいないよボキ様、これ絶対おすすめだよとかいうのがあったらね、ぜひいろいろコメントしてください。いやあとね、ランキング10位ふざけんなと、これを私僕的には一番面白かったのにとかいう意見もあったらね、ぜひコメント欄でいろいろ教えてくださいね。秋アニメもねよかったら紹介したいと思うんで、ぜひこの動画に高評価、そしてチャンネル登録、共有までしちゃってね、送ってくださいね。はい、それで人気があれば2022年冬アニメ編で会いましょう。それではバイバーイ。